セカンドバージンになっているご無沙汰女性について今回はやっていきます。恋愛をしていないご無沙汰女性が最近増えてきているようです。女性はご無沙汰状態が続くと様々なサインが出てきます。ご存知ですか？まず欲求不満という言葉を聞くと男性に対しての話題と思いますが、実は女性も欲求不満になることがあるんですね。一説によると女性の方が男性よりも性欲が強いという説もあります。好きな人に当てはまっているかどうかチェックしたり参考にしてみてくださいね。ただ全てが当てはまるというわけではないので、あくまでも参考程度にしてください。それではやっていきましょう。まず一つ目は唇を触る仕草です。人の言葉や行動にはその深層心理が隠されています。その深層心理が現れやすい場所の一つには、顔のパーツの中でも唇であるとされています。口元や唇というのは神経が多く通う部位です。そして唇はキスをするなど愛情表現や快感と直接つながっている部分です。そこがかさついていたり、頻繁に触るということはご無沙汰ということかもしれません。唇を触る仕草を頻繁に行う女性は欲求不満である可能性があると言われています。キスをしたいという欲求があると唇を触ってしまうということが多くなります。あなたの気になる人はこういう仕草を見せたことありませんか？また口元を手で覆うのは手で隠すことにより欲求不満な自分の本心を隠したい心理の表れである行動です。唇は女性らしさやセクシーさをアピールできる部分の一つとされています。そこを隠すのは欲求不満の自分を他の人に知られたくないという行動だと言えるでしょう。ご無沙汰女性の特徴二つ目は情緒不安定です。ある研究によると、女性はご無沙汰期間が長いほど気持ちが落ち込みやすいということが分かったようです。女性は体のコンディションによっても精神状態が左右されます。急に切れたり泣き出してしまったりなど情緒不安定なのもご無沙汰女性のサインです。性的に満たされていると心も体も満たされるため精神的にも穏やかになるんですね。ご無沙汰だと感情も不安定になりがちですし、異性を意識することがないので仕草も女性らしさがなくガサツになりがちです。満たされることで精神的にも落ち着きが出てきます。ご無沙汰じゃなくて満たされている男女はストレスと付き合うのがうまく血圧も低い傾向があるそうです。3つ目は髪をよくいじるということです。女性は結構この癖がある人多いと思います。自分の髪をいじる癖がある人の心理は不安を抱えやすく相手に尽くす性格です。何度も髪を直している、そんな人あなたのそばにもいませんか？この行動はほとんどが無意識ですよね。ご無沙汰状態である女性は自分の髪を触る回数が知らず知らずのうちに多くなっています。他に自分の髪の毛を触るのは緊張しているからという心理と自分を美しく見せたいという願望もあります。ご無沙汰女性の特徴4つ目は連絡が頻繁に来るということです。やっぱり寂しくなると人との触れ合いを持ちたくなるのが人間です。多分あなたも寂しい時つい誰かに連絡を送ってませんか？特にご無沙汰女性はあなたに興味があれば積極的に連絡を送るようになります。ちょっと相談があるんだけどとか話聞いてなんて急に連絡の頻度が増えることがあるかもしれません。それまで連絡を取り合ってなかった女性から突然 LINE が来る場合も可能性ありです。ご無沙汰女性からのアプローチに気づいたらそこから先はあなた次第です。あなたもその相手に気持ちがあるならぜひチャンスを逃さないように頑張ってください。ご無沙汰女性の5つ目の特徴はセクシーな服装ということです。体に密着するような素材でボディラインを強調する服、短い丈のワンピースとかですね。その人が選ぶ服装は心理学ではこう見られたい、こうなりたいという欲求を反映している姿だとされています。つまり服装へのこだわりは本人の心理状態を表しています。もう一つは自尊心を保つためです。セクシーな服を着ることで潜在的に人の注目を集めようとしているということもあります。自尊心が足りていなかったり自信のなさを埋め合わせようとする行為を保証行為と言います。このように服装からも読み取ることができるんですね。ご無沙汰女性6つ目の特徴は疲労が顔に出ているということです。アンチエイジングホルモンの
DHEA の濃度はオーガズム後に通常の5倍まで増えるとされています。頻繁に夜の営みをしている60代のカップルの場合、していないカップルに比べて平均5から7歳も若く見えるという報告もあります。満たされている恋愛をしていると肌や髪もツヤツヤで生き生きしています。恋をすると女性は綺麗になると言いますよね。ご無沙汰だと女性ホルモンが不足して男性ホルモンが強くなり、バランスが崩れてきます。そうするとお肌の調子も崩れてきちゃうんですね。最近なんだか疲れて見える女性はもしかしたらご無沙汰サインかもしれません。一度恋愛から離れてしまうと恋愛モードに戻るのは簡単じゃないですよね。あなたからアプローチして恋愛スイッチを入れちゃってもいいかもしれません。ご無沙汰女性7つ目の特徴は、下ネタに食いついてくるということです。同性同士なら下ネタでもオープンに何でも話すという人も少なくないです。ご無沙汰だとついアダルトな話が出た時に興味津々に乗ってしまうということがあります。しかし確かめようと思って下品な言葉を使ったり、あまりにも生々しい話をしてしまうと女性が引いてしまう可能性があるので気をつけてくださいね。8つ目は、飲み会や合コンに積極的に参加するということです。先ほどもお話ししたように、人は寂しくなると用事がなくても連絡したり、誰かと関わりを持とうとしたくなるものです。なので人との関わりを持つために飲み会や合コンに積極的に参加します。遅い時間から誘われても OK する人は特に寂しかったりご無沙汰だと考えられます。9つ目の特徴は、ボディケアが適当ということです。男性に裸を見せる機会がないと、例えばムダ毛の処理が甘かったり、ボディケアが適当になります。どうせ見せることもないし、いっかと油断しがちです。女性はパートナーや好きな人がいると、やはりこういったボディケアはしっかりします。近くで見られて嫌われたくないから当然ですよね。それが油断して放置しているようであれば、間近で見てくれるような相手がいないということかもしれません。最後10個目の特徴は、二人きりになるとそわそわしているということです。二人きりになったら急にそわそわ落ち着きがなくなる女性いませんか？恋愛から離れているとどう異性と接したらいいのかわからなくなり、意識しすぎてしまうんですね。でもご無沙汰だなんてバレたくないしと、さらに意識しすぎてしまうんです。自信がなかったり恋愛に臆病になっているということも考えられるので、そんな時はあなたから話題を振ってあげたりリードしてあげるといいと思います。はい、ご無沙汰女性を落としたいという方は、以前動画で脈なしを脈ありに変える方法や恋愛テクニックをお伝えしているので、そちらもチェックしてみてくださいね。ではいいねとご登録お願いします。下にコメント欄あるので感想など書いてもらえると嬉しいです。次の動画でまたお会いしましょう。またのお越しをお待ちしております。